皆さん、こんにちは。今日はですね、台風19号が過ぎ去りまして、避難所っていうのが、いろんな箇所で、設置されたんですけども、そこでですね、避難所の中にペットを連れていくことができないっていう投稿が結構ありまして、その中でですね、ペットを持ち込むのを許可するべきなのかどうなのかっていうのをですね、いろんな意見をですね、見ましたので、それについてお話ししていきたいと思います。今からですね、埼玉県の大宮に向かおうと思っているので、大宮に向かいながらその話をしていきます。お願いします。はい、2019年10月の12日にですね、台風19号が来ました。今日がですね、2019年10月の13日です。次の日ですね。昨日台風が来まして、1日経ったわけですけども、まあ、Twitter とかインスタとか、まあ、Yahoo ニュースとかだったかな、まあ、芸能人の方も、いろいろ、こう言ってたんですけども、避難所にですね、ペットを持ち込めないと、ペットを連れていけないという投稿をちらほら見ました。で、それで僕はですね、僕はそもそもがですね、僕もその台風ね、千葉県も、直撃だったじゃないですか、台風ね。で、まあ昨日、台風は昨日だったんですけど、まあ昨日台風が来て、で、まあすごい風でした。で、まあ僕としてはですね、まあいろいろ対策したんですけども、まず避難をですね、するかしないかっていうところで、迷ってたんですけども、まあ避難する場所は、まあ中学校だったり、小学校の体育館だったり、近くにあるので、そこでもよかったんです。で、僕らも犬を飼ってますので、まあ、もし避難するってなったら、もう確実に犬も連れていくことになるんですけども、やっぱりですね、やっぱりというか、僕の中で、まず僕の個人的な考えなんですけど、僕自身は犬とかを、もう、小学校とか中学校とかは、もう、連れていかないって僕自身は思ってたので、なんでかって言ったら、もう拒否されるのはもう分かってたので。なので、避難所にはもう連れて行く選択肢がなかったんです、そもそも。だから、僕としては、まあガラスが割れたら避難しようと思ってたんですよ、僕は。ガラスが割れたら避難しようって思ってたんですけど、避難する場所はですね、そういう学校とか、小学校とか中学校とかの避難場所ではなくて、僕自身はもう他の動画で出してるんですけど、車を止めた立体駐車場に移動しようと思ってたんですよ。僕らはですね。で、まあ最終手段が、まあそのガラスが割れたら避難しようと思ってましたので、まあ、ガラスが割れないようにいろいろ対策をしたり、まあ、停電ぐらいだったら、避難はするつもりはなかったんですけど、さすがにガラス割れて、もう風が入ってきて、雨が入ってきてとかになったら、もう、避難しようかっていうふうには、もう、ママとね、話してたんですけど。だから僕自身は、避難所にはそもそも連れて行けないっていうのは、もう、自分で決めてたので、やっぱ一番は、なんて言うんですか？避難所、ペット OK ですよって言ってくれた方がすごい嬉しいし、助かるんですけど、まあ無理だろうなっていうのは思ってたので、じゃあ、立体駐車場にね、マジェスタとベルファイアを移動してたので、立体駐車場に行こうかと。軽自動車を持ってるんで、軽自動車は
自宅に置いてたので、その軽自動車で、犬を2匹連れて、子供たち2人連れて、で、ママを連れて、立体駐車場に逃げようかっていうのは、一応、相談はしてありました。で、まあ、それで、1日台風が来て1日経って、で、そのヤフーニュースだったりとか、他の人の、ツイッターとか、ですかね、見たんですよ。避難所に行ったけどペットを拒否された悲しいとか、どうしてペットはダメなんだ、家族なんだよとか、まあ怒ってる方もいましたし、ね、怒る人がいますよね、やっぱりね。で、どうなのかとか、なんでダメなんだとか。まあ、わかりますよ。すごい気持ちは。わかります。いや、僕も、避難所、ペット OK だったら、もう、本当嬉しいですし、ありがとうございますっていう気持ちなんですけど。まあ、僕は、なんでダメなんだよって、まあ、怒る人もいるじゃないですか。家族なんだよって。ペットは家族なんだよって。わかるんですけど、僕は、同じ命って言うじゃないですか。ペットも同じ命って。同じ命なんだって。僕はですね、まあ、皆さんがどう思われるかちょっとわからないんですけど、犬の命と人間の命は僕は一緒じゃないって思ってる。犬を飼ってるんですけどね。犬を飼ってます。犬を飼ってるんですけど、犬の命の大きさと、大きい小さいじゃないんですよ、命っていうのは。大きい小さいじゃないって思ってます。大きい小さいじゃないって思ってるんですけど、大きさで例えるとしたら、犬の命の大きさと人間の命の大きさっていうのは、僕は一緒じゃないって思う。で、確かに僕もマロンとラテを飼ってるんですけど、家族だと思ってます。マロンのこともラテのことも、そしてジュジュのこともですね。家族だと思ってます。その中で、同じ命、子供たちは言うかもしれないですね。同じ命だって。同じ命なんだよ。言うかもしれないです。僕も思ってました、子供の時。同じ命なんだからって思ってたんですけど、同じ命じゃない、同じ命っていう人たちの気持ちもわかるんですよ。気持ちもわかるんですけど、同じ命とはまたちょっと違う感じなんですよね。だから、そこで、なんて言うんですかね。人間の子供だったら OK だけど、ペットはダメですとか。なんでペットはダメなんだと。まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと一緒じゃないんですよ。やっぱり。僕は一緒じゃないと思って犬は飼ってます。ペットはですね、僕の命と犬の命は一緒じゃないって思ってます。一緒じゃないと思います。犬は喋れないし、いや気持ちもあると思いますよ。犬の中に気持ちもあると思うし、悲しい、怒る、喜怒哀楽があると思います。その中で、やっぱ、喋れない
というか、やっぱ人間がいて犬がいるって感じだと思ってるんですよ。人間がいて犬がいる。犬がいて人間がいるじゃないですか。確実に。僕の考えで言うと、まあ、ちょっと話ずれてきたんですけど、地球上で人間が頂点だと思ってるんで。で、その頂点の中で命は平等だよ。命は一緒だよ。っていうのは、人間の中での人間の命は平等だと思うんですよ。で、犬の中で犬の命は平等だと思います。犬たちの世界では。犬たちの世界で犬の命は平等だと思うし、でも、犬の世界と人間の世界は一緒じゃないと思うんで、同じじゃないって僕は思ってるんですよ。そこが僕は前提で話していきます。なので、もうこの今、僕が今この話をした時点で、ああ、そうだなと思ってくれる方もいらっしゃるでしょうし、まあ何言ってんだこいつって思う方もいらっしゃると思う。だから、避難所に行って、いや、断られるでしょ、それやって僕は思うんですよね。僕自身は。だから怒ってる人に、避難所断られた人が怒ってたんですけどね、ツイッターとかで。怒ってる人に対して、いやいや、怒るのは間違いでしょって思うし、家族なんだよっていうのはわかりますよ。わかるんですけど、いや、そこはちょっと違うんだよねって。だって、僕としては、確かに避難所でペットいいですよ、入れていいですよ、うちの避難所はペット可ですよ、とか、そういうふうに言ってもらえたら、ああ、よかったです、嬉しいです、ありがとうございます、ってなります、僕も。確かに。嬉しいです。そういうふうに言われたら。ただ、僕自身は、避難所に入れないって思ってて、避難所とか、もうその、なんか災害があった時に避難所とかには入れてもらえないっていうのを分かってて僕は飼ってるんで、そこだと思うんですよね。え、そこ分かって飼ってないのって僕は思っちゃったんですよ。そのツイッターにつぶやいてる人たちに対して。え、災害が来た時にペットを受け入れる避難所なんてないでしょって。え、そんなことも分かんないで犬飼ってるんですかっていうふうに思いました。その、あれを見て、投稿というか、インスタとか、ツイッターを見てですね。うん、だから、僕はそういう気持ちでいるので、最初から避難所に犬を連れていくっていう、まあ、概念がなかったというか、そのつもりはなかったので、うん、避難所に行けないのを分かってて飼ってるんでしょ？みたいな感じですね。いけないでしょ、飼ってたらっていう風な感じなんで。だから、保護犬カフェの犬たちを保健所、あ、すいません、間違えました。保護犬カフェの犬たちとか、保健所の犬たちを避難所には連れて行かないじゃないですか。牧場の牛とかを避難所に連れて行かないですよね。動物園の動物を避難所に連れて行かないと思うんですよ。連れて行きたいんですよ。連れて行きたいんですけど、だから飼育員とかが連れて行けないから一緒にいたりするわけじゃないですか。動物園とか牧場とか、ね、保健所の人たちも一緒にいてくれてると思うんですよ。保健所に。わかんないです。僕見てないんで。でもいてくれるはずなんですよ。で、実際見たところは、保護犬カフェですね。保護犬カフェ。店長がですね、保護犬カフェ印西の店長は、泊まり込みで、ビッグホップですね、保護犬カフェ印西に泊まり込みで見てくれてました。台風の中。そして、保護犬カフェ八王子店はですね、危ないから、川が近くにあったから危ないから、犬たち全員連れて、避難所じゃないですよ。避難所じゃなくて、立川店に移動したんですよ。
でも本当は避難所に行きたいと思うんです。本当は。でも避難所に連れて行けないって分かってると思うんで。まあ確かに数は違うんですけどね。動物の数というか。まあ僕らは1匹とか2匹とかのレベルですけど、1匹でもダメなのかってまあ思うじゃないですか、怒ってる人は。本当はね、避難所に連れて行きたいです、僕も。受け入れてほしいと思ってます。受け入れてほしいと思ってるけど、やっぱり嫌いな人もいるし、犬が嫌いな人がいる、アレルギーがある人がいる。そもそも動物が嫌いな人がいる。僕らは可愛いって思ってるけど、可愛いって思わない人もいます。やっぱり。だからそういう僕らがめちゃくちゃ可愛いって思ってたとしても、他の人たちは思わない人たちもいるので、思わない人たちもいるっていうのを受け入れてる状態で、やっぱり犬とか猫とか飼うべきだなって思います。そして、まあ、強いて言うなら、そういう災害が起きたときに、避難所ですね。ペット OK な避難所ができたらいいなって思うんですけど、多分、この先結構無理かなって思うので、そういうふうに思ってる人たち、まあ僕ですよね、思ってます。ペット OK な避難所あったらいいなって、受け入れてほしいなって思ってる僕みたいな人が集まって、みんなでペット OK の避難所作ったりとか、申請したりとか、なんかしらですね。なんかしらできると思うんですよ。協力し合って。そういうのができたらいいなって思いましたね。だから怒らないでください。避難所に行って。ペットは家族なんだと。怒る気持ちはわかる。怒る気持ちはわかるんですけど。やっぱり、人間が大優先だと思います。飼ってるんですよ、僕も。飼ってるんですけど、やっぱり人間が大優先です。人間が大優先で、そして、僕らは犬飼ってるんで、犬のこと、犬とか猫たちのことは家族だと思ってますよ。思ってるのもわかるし、僕もそう思ってます、家族だと。でもやっぱり人間が大優先で、なんていうのかな。怒る人たちの気持ちもわかるし、でも怒っちゃダメだなって思います。怒らないでほしいです。そこは怒っちゃうとね、犬とか猫とか飼ってる人たちの印象が悪くなっちゃうんですよ。だから、そうですよねって、ペットダメなんですって断られたら、そうですよね、わかりましたって言ってほしいです、これからも。そして僕らが作っていけばいいかなって思いました。以上です。ありがとうございました。